横長サムネになれずに行き詰まってます。考えるのにコツとかありますか？ああ、ちょっと空間把握能力ないと厳しいかもな。これすげえむずいんだよね。だから、複数に書くとしたら、こうやって地面斜めにして、こうやってさ、人が3人並んでて、夕焼けみたいな感じにして。これくらいのラフでいいから、こういうのいくつか作ってみて、これくらいまで遠くしてから、10個くらい並べて一番いいやつとかにした方がいいかな。人間だけ書くんだったら、こうやって顔だけで隠して、体ひねったりして、で、ここら辺に手を置いて、足、ここら辺でまとめるみたいな。こういう感じとか、背景のあれをこんな感じにするとか、逆でもいいけど。いっぱい並べてって、これがいいなみたいなやつとかを選ぶようにすれば、まあいいかな。とか、あとあれかな。テーブル置いたりとかな。テーブル置いて、で、人が二人で並んでて、こうやって奥に誰かいて、わーってやったりとか。こういうのとか。で、ちょっと、天井ここら辺って。こういうのが楽だけど、慣れてたらどんどん出てくるでしょ。慣れるまでやるしかない。結局は引き出し、そうだね。いっぱい書いていくしかねえよな。アイデアを増やすコツは、書けっつってんだ。書くよりは足らんから。